ちゃん。こんにちは。はい、はい、豊さん、はい、また速報入りました。またトレードあった ね、 ね、このタイミングっていうのはどうです？いや、もうギリギリのタイミングだと思うけどもさ、うん、まあ両球団の思惑が一致したということで ね、まず先輩の方、そうなんか ね、リーグ同じ中でっていうのはすごい異例ということですけど、これね、異例っていうのはなぜ異例かというと、うん、やっぱ攻撃のサイン、守りのサイン全部変えなきゃいけないんだよね、うん、シーズン中に、ね、でそれをまたみんなが覚えなきゃいけないということから考えると、うんうんうん、ドイツリーグってあんまりしないんだけどもさ、うん、まあ、この度はね、まあ、ヤクルトの方はやっぱピッチャーが欲しいだろうなっていう ね、で DeNA の方は、うん、やっぱ育てなきゃいけない選手もいながら、うん、やっぱ内野手を補強したという、うん、ね、これは本気だなというようなね、そんな感じがしたけども、はい、まず西浦と坂口がね、はい、トレードになったということ、ヤクルトと DeNA の、ね、はい、トレードですけど、で、はい、西浦直道、うん、もう忘れもしません、はい、西浦がルーキーの時に、うん、開幕投手三島だったんだよね、はい、で法政大学なんだけど、うん、1個上の法政大学の、三島が開幕投手で、はいはい、神宮でね、うん、投げてなんと満塁ホームランを打たれて、ね、これなんか記録になってますよね。そうそう、史上初の新人開幕戦、そう、初打席、初球本塁打、うん、そうなんだよ、初球、いやだからもう本当忘れられない選手なんだよ。それ豊さんはベンチにいたってことですよ ね、 ね、いたけども、それを、ね、いい選手がね入ってきたなっていうふうに、はい、まあ、思ったんだけども、はい、まあ、なかなか、まあ、レギュラーの時期も多少ありながら、うん、まあ、最近では長岡、うん、まあ、竹岡とかね、いい内野手が出てきてるんで、うん、なんかだんだん出番が減ってね、うん、活躍の場を失ってたんだけども、うん、まあ、DeNA の方に行ったとしたら、はい、まあ、どういうところで使われるかというと、うん、やっぱ守備がダメだね。お、まあ、例えば、まあ、ショートスタートでもいいよ、別にショートが専門だから、うん、まあ、三塁手もできるし、はい、まあ、ユーティリティ的な、まあ、存在でもあるんだよね、内野手の、うん、で、やっぱ一塁に佐野を置いてたら、うん、やっぱ守備という面ではやっぱ佐野って外野手だからね、うん、ある程度だから、まあ、例えば西浦のファーストに入れるか、うん、それともファーストやらせたら抜群にうまい牧をファーストにしておいて、うん、まあ、西浦をセカンドにするかとかね。なるほど。まあ、いろんなやりようがこう西浦はあって、うん、まあ、使い道がいいというかね、うん、そんな選手にはなってくれると思うよ。なるほど。だから活躍の場っていうのは必ず、もらえるしね、うんうん、で、まあ、バッティングコーチでヤクルトにいた、まあ、石井もいるしね、うん、うん、だから、まあ、そこら辺で西浦のその特徴っていうか、うんうん、そういうのは石井がよく知ってるだろうから、なるほど、だからまたその打てるようになってくるのかなっていうふうに思うし、うん、だから非常にバッティングの方では楽しみだね。なるほど、うん、うん、で坂口康介、はい、23歳、うん、これ出てきた時に、はい、なんかすごいスケールの大きいね、うん、ピッチャーが出てきたなと思ったんだよね。北海高校からね、2018年ドラフト3位で DeNA に入団した、うん、6年目、うん、マックスが153キロ、4キロぐらい投げるのかな。なるほど。で、やっぱ背も高いしさ、うん、あ、すごいいいピッチャーが出てきたなと思って、うん、2021年かな、プロ入り初勝利を広島戦から挙げるんだけどもさ、はい、なんかすごく、まあ、将来性を感じるような投球もしてくれたし、うん、だからすごく期待してたんだけども、うんうん、ここに来てなんかチャンスがもらえないというかね、ちょっとくすぶってるというか、うん、なんかこうファームの方では最多勝取ったりだとか、うん、最多勝だったかな、取ったりだとか、まあ奪三振とかね、はい、の賞を取ったりだとか、うん、まあ、非常にいい感じのね、うん、投球はしてたと思うんだけども、はい、まあ、なかなかこうチャンスがもらえなかったという ね、 ね、今シーズンは一軍登板が、ね、なかったということで、ね、まあ、そうでしょう、うん、で、まあ、ヤクルトにとっては、はい、やっぱ力のある、まあ、この坂口は三振が取れるピッチャーだからね、うんうん、球種はね多少少ないにしても、まあ、少なかったらショートイニングで力いっぱい投げさす、うん、そういった形の投球をやらせたら、うん、三振も取れるしね、で先発もできる、うん、ピッチャーだから、まあ、ヤクルトの方ではどっちで使うつもりなのかっていうのは分からないけど、
なんか非常に可能性を秘めた、うん、まだなんつっても23歳だからね。そうです。さっき2018年って言ったのが2017年のドラフト3位でしたけど、うん、はい、で2021年にね、うん、そう、もう勝ってるというね。それがあの三浦監督が就任して初めての勝利が坂口投手の初勝利と一緒の日だったっていうね。ああそうかそうか、そういうこともあったみたいですけど、はい、だから非常に気も強いしさ、うん、なんかこう向かっていく姿勢っていうのがね、うん、すごく印象に残ってるんだけども、うん、非常になんかこうお互いこう楽しみだね。ね、うん、やっぱりヤクルトは投手陣がやっぱ、うん、まあ、特に先発が欲しいんだけどもね。だから坂口を先発にして使うのか、うん、まあ、中に入れるのかちょっとわからないけども、うん、まあ、おそらく先発で生かせたいんじゃないかなっていうような気もするし、うん、また伊藤智人とね、あのピッチングコーチの、はい、この出会いがね、どういうこうものを与えてくれるのか、うんうんうん、それはねすごく楽しみではあるよ。うん、そのDeNA の、 そのピッチングコーチだとか、うん、そういうのがダメとかそんなんじゃなくて、うん、やっぱこう人が変わればちょっと伝え方も変わるしね、うんうん、でそういうところで化学反応を起こしながら、うん、良くなればいいなと思うしね、うんうん、だからどこで使われるのかはもう今からやっぱ坂口っていうのはスケールが大きいだけに、うんうん、なんか楽しみだなっていうのはあるよね。ね、まあ、それ、うんうん、何かある？まあ、お互いの選手にとってね、じゃあ新しいところがこうチャンスの場というか、うん、またね活躍する場になっていくっていうところですかね。ね、うん、だから坂口っていうのは早くから、うん、若く早くから活躍をこう約束されたような初勝利っていうのも早かったし、うんうん、だからこれからって言った時になかなかこうチャンスももらえず、うん、まあチャンスっていうのはもらえずっていうか掴み取れず、うん、まあ、くすぶってたと思うんだよね、気持ちがね。で西浦もう出たい出たい、もう後がない、うん、ね、でも長岡が出てくる、竹岡が出てくるって言うんじゃさ、うん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 、いや俺のチャンスなくなるぞみたいな、え俺ひょっとしたらみたいな、うん、ところまでやっぱこう切羽詰まってたと思うんだよ。だからね西浦はすごくその背水の陣で向かっていくからね、DeNA の方には。だからすごく活躍が楽しみだなっていうふうに、じゃあもうご本人の気持ちとしてもこう、うん、切り替えてというか、いやね、うん、これ、まあ、西浦が言ってるわけじゃないけども、はい、まあ、俺からの想像で言えば、うん、あやっとチャンスをもらえたって、なるほど、出れるっていう、でヤクルトではやっぱもうなんかこう決まってたからね、うん、まあ、次のショートも、まあ、長岡っていうのがいるし、うん、竹岡っていうのがいるし、だからこう自分の居場所っていうのがね、うん、これからやっぱこう DeNA で作っていかなきゃいけないしね、うんうん、でまたその石井とかね、バッティングコーチでいるから、うん、その時ってね西浦ってね結構良かったと思うんだよ。なるほど。バッティングも、うんうんうん、でパンチ力もあるしね、うんうんうん、だからそういう意味ではまたその石井の教えをね受けるっていうことはすごく、西浦も俺は楽しみにしてると思うんだよね。また知っているコーチがいるっていうのは心強いですよ、ね、もうこれはね安心感しかない。絶対そうですよね、安心感しかない、うん、だから坂口っていうのはいないかもわかんないけども、はい、まあだけどなんかこう気の強い無呼吸の強い、うん、子だけにね、うん、まあ、そこら辺はもう積極的に馴染んでいくだろうし、うん、まあ頑張ってくれると思うよ、うんうん、まあホームグラウンドっていうかそれも近いからそんなに生活も変わらない。まあそうだね、横浜と東京、坂口が、うん、横浜のその横須賀の方に住居構えてたらちょっとかったるよね、引っ越さないと。そうなんですかね、今まだ。いや、まあ多分こっちの方には住んでないと思うよ、都内とか横浜のこっちの方、東京寄りには住んでないと思うし、うんうんうん、まあでもね出てくるきっかけになったと思う。まあまあそうだね。まあ西浦もそうだな、埼玉の方に住んでるかもわからないしね。まあこれはでも近いから、まあ、関東ということで、まあまあそうそう、でも、まあ、車で行き来できる距離だけに ね、うんうん、ね、まあまあバタバタはそんなにしないとは思うけど、うん、もうかつて知ったるみたいなさ、ね、まあ、そういうところだろうし、ただ、ね、まあ、西浦の方は高専出てるから、うんうん、武蔵小杉とかね、まあ、あっちの方だから、この辺、うん、だからすごく
馴染みが出ると思うしね。なるほど。まあどういうこんあのトレードって今年、結構行われてるけども、うん、それぞれの選手たちがすごく活躍してるよね。本当そうですよね。でなんかこう生き生きしてるし、うん、まあ取ってすぐ使ってもらってるしチャンスもらってるからね、うんうん、まあこのトレードも絶対そういう風になってくると思うんだよね、うん、だから今後やっぱ DeNA の方は、まあ、西田を得てやっぱもう勝負の時期に入ってきてるし、うん、ヤクルトはもうこのまま終われないというね、うん、まあ首位に12ゲーム差ぐらいつけられてると思うんだけども、うん、やっぱ追っかけるためにはやっぱピッチャー1枚でも欲しいということでね、うん、頑張ろうとしてるという ねだから諦めてないという、ね、ヤクルトも、まあ、DeNA を諦めるあれではないけども、うんうん、どういうふうに使われていくかね、まあ、非常に楽しみですね。いつ新しいユニフォームで登場するのか楽しみですよね、はい、もうねすぐでも使いたいと思う両チームだからもう手段が決まって、うん、今どこ行ってんだっけ、バンテリンだっけ DeNA は、バンテリンに来いみたいなね、ヤクルトはあの広島行ってるか坂口早く来いみたいな、これ本当にこう選手たちも急に知らされるわけですよね、うん、その遠征とか行ってたら、まあ そ, うだね、そしたらもうその場で直ちに荷物をまとめて移動みたいな、そんな感じなんですか。まあそうだね、すごい。それはもう余韻に浸ってる暇はないよね。ねえ、この最後のここだったみたいな、しみじみ思ってる暇もなく、うん、乗り込んでいく感じですか ね, だからまあ球団 の, その用事を言われるよ。ん、まあ、例えば、うん、西浦だったら DeNA が、うん、もう今日発表したいって、だからすぐ行ってくれってスーツに着替えてとかまあ明日だからって ね, ねで背番号が何番に決まってるみたいだからみたいな、まあ、そういうことを知らされると思う。何番なんでしょうね、分かんないね。これね、この間本当にオールスターあってその間もあったのに、後半戦始まってすぐのこのタイミングっていうのは、まあ、いろんなことがあったんでしょうけど、まあ、あったね。まあでもね、うん、話を一本の電話で、うん、一本の会話で、うん、対話で、うん、決まる話ではない、まあ、やっぱ ね、うん、ある程度時間をかけながら、うん、でも早急に決まったと思う、うん、これもう最後ですかねトレード一組ぐらいあと1週間だろ、7月いっぱいまで、うん、一組ぐらいあるかもわからないね。1週間も切ってるね、うん、でも西浦っていう、ね、名前はね、うん、ちょっと出してたと思うんだけどね。豊さん動画で言ってたような気がする ね、うん、トレードのね、うん、まあでもいいトレードになるようにね、うん、またいい活躍ができるように、ね、はい、祈ってます、はい、頑張ってください、はい。